ジェーントピックス、バラシカの発見大学。皆さん、夏休みの疲れはここで取りませんか？ということで、なのかちゃんがやってきたのは神奈川県厚木市にあります天然温泉ゆか楽厚木店。まず最初にやってきたのはもちろんお風呂。1500メートルから汲み上げた源泉をそのままかけ流しとして利用でき、泉質は単純泉で無味無臭。なのかちゃん、どうですか？私も敏感肌なんですけど、刺激が少なくてすごく肌に優しくて気持ちいいです。家のお風呂はすごくちっちゃくて狭いので、幅広くて温泉は気持ちいいですね。そして温泉といえば露天風呂。いや、もう開放感が半端なくて気持ちいいです。他にもたくさん種類があってもう全部入りたいんですよ。こちらは爆発的サウナボルケーノ。真っ赤な火山をイメージした噴火口からトロッコの爆発的が入れ替わる光景は圧巻。蜂の巣状になった空間ではマイナスイオンを放出。お一人でゆったりできます。また1500冊以上の漫画を設置したクールルームや血行促進が期待できる爆反石ミストサウナも人気。その他5種類のリラクゼーションコーナーやお風呂上がりに一杯、お食事どころなどもあります。今日は温泉も入ったし、サウナでもくつろいで漫画もいっぱい読んで、すごい楽しかった。もう至れり尽くせりです。絶対また来たいです。番組では素敵なお店、気になるスポットを大募集。地域で頑張っているお店、地元の老舗など MPJ セブンガールズが取材にお伺いします。番組ホームページよりご応募ください。